おっす、ハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。はい、ね、前回の動画を見ていただけましたでしょうかね。まだ見ていない方はぜひチェックしてみてくださいね。あ行で今回やるのが、か行のかきくこのくの方ですね。全部で14作品ありますので、ぜひ好きな作品、また知ってる作品があったらチャンネル登録とグッドボタンね、最後まで見ていってください。では行きます。はい、まず一発目が、空戦魔導士補佐生の教官。これはね、ごめんね、読み方間違えてたらごめんなさい。本当日本語ね、日本語とか漢字が全然ダメなんで。これはね、確かね、ネットでちょっとこのアニメ作りたいので、そのお金を募集しますって言ってできたアニメでしたね。オープニングもエンディングも好きなんです、まあ、ちょっと中身はちょっとクオリティがちょっと低いかなと思うんですけどね。続きましてがクオリディアコード。これもね、すごいね、ライトノベル3作品をこのクロスオーバーしてっていうね、しかもその3人とも有名な先生だったんで、すごいなんかちょっと期待してたんですけど、まあ、ちょっとアニメは、正直言ってちょっと残念かなと思うんですけどね。有名なこうアーティストさんとか、クラリスさんとか、リサさんとかも当ててたんですけど、まあ、ちょっと中身はね、微妙でしたね。続きましてが、ググレコックリさんですね。はい、ググレコックリさんはね、最初ねちょっと見てなかったんですが、友達が面白いって言うから途中から見始めたら、もうめちゃめちゃ面白かったです。しがらきさんもめちゃめちゃ好きですね。しがらきさん、働かずに行きたいな、全く、はい、続きましてがクズの本会ですね。もうみんなクズで、もう大好き。続きましてがクッキングパパですね。クッキングパパですよ。一応知ってるからね、クッキングパパ、もうめちゃめちゃ美味しいよね。めちゃめちゃ美味しいとか、めちゃめちゃ美味しそうだよね、あのクッキングパパが。あんなね、イクメンなパパはね、多分他にいないよ。続きましてが、グラップラバキですね。グラップラバキは昔の方はちょいちょい見てました。最近のグラップラバキの新しいやつね、あの監獄たちが脱獄してきたやつとか、次やる中国の武道大会みたいなやつはもう楽しみにしてます。続きましてが、グランブルですね。グランブルもめちゃめちゃ面白いよね、ギャグが、はい。続きましてがグランベルムです。グランベルムはね、もうちょっと評価してほしいアニメですね。戦闘もめちゃめちゃいいしね。続きましてがグリザイアの果実か、ごめんなさい、グリザイアの果実ですね。エロゲ原作の、作品となっておりますね。その主人公がその赤髪ヒロインの全裸を見た時のその発言が今でも忘れられませんね。一言、いい父だ本当面白かった。続きましてが、グレイプに絶賛放送中のグレイプニルね、まあ、この動画が上がってる時にはもしかしたら終わってるかもしれないですけどね。グレイプニルめちゃくちゃ面白いです。続きましてが黒子のバスケですね。僕は影だ、めちゃめちゃ面白いね、本当に。ありえなさで言えば、まあ、テニスの王子様レベルですけど。続きましてが黒羊ですね。黒羊は最初の方はちょいちょい見てみたんですね。最終回とか最初の方とか流れは知ってるんですけど、でも2期はちゃんと見て、その3期目のねサーカスのやつもちゃんと見てたんですけど、1期の方はちょっとねちょいちょい抜けています。続きましてがクロスアンジュとクロス、あ、ごめんなさい、クロスアンジュ、天使と竜の輪舞っていうんですかね、ごめんなさい間違えてたらごめんなさい。クロスアンジュね、これも確かにガンダムシードの監督が手掛けるアニメってことでね、絵柄もそんな感じだったからね、ちょっと見始めたんですけど、まあなかなか面白いですね。このシリアスもあるし、もうエロもあるしみたいな、ね、戦闘もいいしみたいな。続きましてとか、ラストが群青のマグメルですね。これもね、2期ぐらい前のアニメかな、ジャンププラスの漫画の原作の初めてのテレビアニメだったかな。初めてじゃないか、なんかとんかつなんとかが、まあ最初だったかな、まあ、マグルメね、ジャンププラスの作品ですね。以上が、ケ行ですね。ケの、あきくこのケの作品、俺が知ってる作品たちですね、14作品です。例のごとく、まあ、知ってたら、コメント、チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。では、バイバーイ。